皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画は Amazon のブラックフライデー今やっています。いろいろな商品が期間限定のセール価格になっていますが、今回はその中から有機EL テレビだけをピックアップしてご紹介したいと思います。というのも、ちょっとですね、気になるところが今ありまして、そちらも含めて今回は短くご紹介します。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。なお、今回はブラックフライデーのセール情報ですので、期間があらかじめ決められています。価格についてもセール期間中の情報です。その点はご了承ください。それでは内容に入ります。今回、ブラックフライデーということで特設ページが開かれています。前回こちらのチャンネルでプライムデーの情報もご紹介しました。今回のセールでもプライムデーの時と同じぐらいの値引きになっています。それでは今回セール対象となっている有機EL テレビをご紹介していきたいと思います。まずはじめが48インチ LG の製品です。2020年モデル、価格は10万円です。この価格は前回のプライムデーの時と同じ価格です。現在販売されている48インチの有機EL テレビの中では一番安い価格になっています。ですので前回のプライムデーで買い逃した方、今回が最後のチャンスかもしれません。ただこちらのモデル注意事項がございます。それは後ほど改めてご説明いたします。続いて同じ48インチレグザのモデルです。 X8400、 こちらも2020年モデル、価格は11万円です。先ほどの LG のモデルと比較しますと1万円高くて HDMI 2.1 や VRR 関連の機能がありませんので、スペック的には若干微妙な気もするんですが、安いレグザが欲しいという方にはおすすめかもしれません。続いて55インチ、先ほどと同じ C10 の55インチ2020年モデルです。価格は115,000円。48インチと55インチで15,000円差、置ける場所があるのであればこちらの方がコスパが良いかもしれません。先ほどの48インチと同じく C10 は HDMI 2.1 や VRR の機能にほぼ完全対応しています。 PS5 や Xbox 向けにテレビを探している方にはおすすめと思います。ただしこちらも注意事項がありますので後ほどご確認ください。そして同じ55インチレグザの X9400、 価格は159,800円です。 LG よりかなり高いのはこちらがいわゆるタイムシフト機能を搭載したモデルだからです。ご覧のように地デジチューナーが9つ搭載されています。この分がコストに上乗せされているということです。ただしこちらも HDMI 2.1 には対応しておりませんのでご注意ください。続いて65インチ LG の B1 です。こちらは2021年の最新モデルとなっています。価格は199,800円。 LG の B シリーズ、 C シリーズとの違いはプロセッサー違うんですが、チューナーがそれぞれ1個ずつ少ない。地デジが2、 BS デジタルが2、 BS4K が1と、C は1個ずつ多いのでそこが若干違います。それから HDMI 2.1 の対応端子が C シリーズは4分の4なんですが B シリーズは4分の2です。この辺の違いご注意いただければと思います。そして同じく65インチレグザの X9400、 先ほどと同じ9400です。こちらもタイムシフト対応、239,800円です。以上6つのモデルが今回ブラックフライデーの対象モデルとなっています。で最後に注意事項なんですが、 LG の2020年モデル、今回2つのモデルが対象となっていたんですが若干注意事項がございます。それがこちら、つい先日ですね LG からプレスリリースが出ています。 NVIDIA のクラウドゲーミングサービス GeForce Now というサービスがあるんですが、今回こちらのサービスの対象デバイスとして LG のテレビがベータ版ですが新しく追加されました。ただこちらがですね、この文章に書いてある通り2021年モデルが対象となってるんですね。ですので2020年モデル、今回こちらの対象機種から外れています。すでに2020年モデルは生産終了モデルとなっておりますので、今後もこういった新しい機能については対象外となってしまう可能性もあります。ですので今から2020年モデルを購入されるという方は、こういった今後のアップデート対象機種から外れるリスクもあるということを念頭に置いて選んでいただければと思います。ただ2021年モデルであってもまだですね、この GeForce Now については対応機種一覧というものは後日公開予定となっています。2021年モデルの中でどの機種が対応するのかまだ正式には発表されていないということです。ネット上では C1 では動いたという情報がすでに上がっていますが、今回ブラックフライデーの対象となっていました B1 が対象かどうかはまだ分かっていません。特に C1、G1 はハイエンドモデルの位置づけですので、プロセッサーも α9 という高性能のものを使われています。ですのでおそらく大丈夫とネット上では噂されていて、 B1、A1 については α7
という下のモデルのプロセッサーですので、この GeForce Now に対応するかどうかは微妙だよねという雰囲気が漂っています。ですのでこの点もご注意いただければと思います。というわけで今回は Amazon のブラックフライデー今開催中です。その中で UQL テレビをピックアップしてご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。